村井です。久木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はジョン・ローレン・サリバンです。まだまだ強化月間続きますので、そうなんです。やっていきましょうか。はい。今期実は裏人気品番あるんです。はい。ジョン・ローレン・サリバンの裏人気品番とは実はというのでご紹介していきたいと思うんですけれども、はい。まあ、サリバンといえばやっぱりメンズの美しいテーラリングで、まあ、ジャケットないしセットアップコートとかが注目されてると思うんですけれども、ミッドウェスト大阪としては2品番にあの裏人気選びましたので、まず1個目、ボンバージャケット85,800円、まあ今回のプロテクト感満載のミリタリーの要素が詰まった1品番目ですね。いつも出してますよね、返礼版はどっかに。そうですね、意外と出てきてますね。いつも出てきてて、やっぱテーラーとかコートってなんかシーズン超えてもキャリーでありますけど、はい、MA1 は完売絶対します。そうですね、はい、うん、もうこれとこのお店さんでもそうだと思うんで、意外と裏人気品番です、まさにね、はい、裏人気品番、過去最高の素材感じですか。で今回まあいつもいっちゃうだからやっぱ完璧を求めてされてると思うんで、更新されてます。はい、コレクションブランドで更新しなかったらやる意味ないですから、そのパワーは絶対あるブランドだと思うけど、はい、2番目、ウーデットプルオーバー74,000円、アノラックもずっとやってます。アノラック不定期かな。不定期ですね。不定期に出しますけど、やっぱり相当荒さで、実際ミリタリーマニアとか感じあるよね。感じられますね、うん、商品はほとんど製品洗いとかカーキをズバで入れたりとかカーボ入れたりしないので、分かりづらい部分だと思いますけど、ものすごく落とし込まれてますね。超かっこいいです、はい、こちらの2品番をミッドウェスト大阪的にご紹介していきたいと思います。だからまあミリタリーとアウトドアみたいな要素を、はい、あのサリバーのこの強く美しいデザインでどうなってるかっていうのを今回もぜひ見ていただきたいなと思います。めちゃくちゃかっこいいので神回必見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1品番目、ボンバージャケット、最強にかっこいいですねこれ、はい、たまんないですね。今回のまあプロテクト要素のあるコーディネートでまず1個目は見せてます。チャップスデニムにこちらのボンバー、そしてイヤーフックのタートルネックという、もう最高に攻撃的なスタイリング、ね、前よりも今回さらにあの、はい、この丈のバランスはちょっとショートかな。そうですね、ショートで前下がりの強調度は前回のジッパーのギャザーのやつよりもよりこう、うん、上がってるかなと思いますね。なんかよりこうスキンズ感 このミリタリー感は強いっていう、はい、なんかその辺のちょっとアップデートも感じられてすごいたまんないですよね。そしてこの素材感やばくないですか。どんなようなダブルクロスでちょっと近年よく出てたあの PVC とかああいうのを感じるこう立体的なすごいこう奥ゆかしい生地で仕上がってますね。かなりなんかエレガンスが出るような、そうですね、あの素材をあえて使ってるっていう、はい、このプロテクトのディテールに対して入れてますみたいな。そうですね、でシガーポケットもこの両サイドにつけてて、まあもう完全にもう装飾ですよ。そうですね、あのフロントに来るようにもう設計してあるんで、ここがねこの感じが出ますから、この肩が落ちてこういうたまるこういうシルエットが、やっぱもう本当ドンズバーみたいな、ね、その姿勢になるよね、その姿勢になるような服なんです。かっこつけたくなるんですね。ここがもうあの魂が入ってますね、めちゃくちゃ、まあ、でもかっこいいし、はい、あのデニムに合わせるだけなんでリアルですよ。そうですよね、やっぱこのちょっとエレガントでシャープなシルエットと素材のタッチがあるからこそこれぐらいズバリなコーディネートしてるんで、しっかりかっこいいですよね。これ全然オンラインで多分売れると思うんですけど、これあ、じゃあ着用サイズ言った方がいいっすよね。48です、着用は、はい、ミッドウェスト48オーダーのみです。そうですね、あの肩そんな出てないですから、この、プロテクトのディテールでそう見えるだけで実際そんな大きくなくて、はい、であの袖周りに溜めて溜まってくるデザインで、あのでもこのタートルとぜひ合わせてほしいよね。やっぱここがないと。そうですね、あのね、出ないもんね。これやっぱサリバンのコーディネートになると思う、はい、サムホール付きのこのあのタートルをぜひ合わせていただいてレイヤードしてもらえる方がいいと思います。袖のレイヤードがポイント高いですよね、うん、これがあるだけでも
グッと新鮮になると思いますし、やっぱこの丈があるからこそ、このチャップスパンツと行った時最高に可愛いですね。ボディが出てきて、はい、もう1品番目はもう MA1 見られる方はもうこれで決まりという、もう完璧じゃないかな。100点、120点、完璧じゃないですか。はい、これは欲しいよな。素直に欲しいと思います。ジョン・ローレンス・サリバンが詰まった裏人気です、これはまさに。はい、ぜひ。オーダー意外と少ないんじゃないかなと思うので。そうですね、はい、これショーで使ってないですもんね。使ってないですけど使ってないんです。今回を象徴するこれ素材感とアイテムになってると思いますので、ぜひ強化月間中に見に来ていただければ嬉しいです。で、まあこれまで通りのセットアップとかお持ちのサリバンのコアなファンの方にも合いますよっていうので、ちょっとお着替えタイムいきましょうか。おー、2スタイリング目は、まあ、サリバンの大本命のコーディネートに掛け合わせていただいて、裏人気を掛け合わせても最高にかっこいいですよという。どうなるんだい、どうなるんだい、かっこいいやつやんですね。やっぱこの丈感があるから、このジャケットでこう裾のレイヤーとなっても最高じゃないですか。こんなコーディネートできるのやっぱここの醍醐味じゃないですか。ちょっと横もじゃあ、お、こんな感じがやるといいよね。そうですよね、うん、これ閉めちゃうの。やっぱり男がストレートにかっこいいと感じるアイテムラインナップが豊富っていうのは、僕はここのすごい好きなところなんですよね。 MA1 もかっこいいし、セットアップもやっぱ男らしくてかっこいいしって、エターナルなアイテムがやっぱり多いですから。そうですね、そこのなんか男の美学が詰まってる感じで言いますか、合わせやすいんですよ、定番ですから、僕のアイテムとしては。そうですね、うん、それでまあストライプないし、ちょっとシーズンの素材とかで買っていただけると嬉しいですね。シャレなジャケット合わせよりより艶っぽさ出るね。そうですね、あのフェティッシュというか、にしてもこのブーツ、そうですよ、下がってもらって、さっきの合わせも良かったけど、かっこいいね、モンスターブーツで。かっこいいですね。どうあの2サイズ、1週間履いてないか、2サイズじゃない、どうですか。まだあんまり変化ないです。あ、本当、実際のところでも本当に疲れないでしょ。疲れなくなってきました。最初、あのやっぱ硬さあるんで、ちょっと馴染みました。ご機嫌なくそうですから。サリバンのセットアップとか他のブランドのセットアップとかお持ちの方で、この冬何着ようか悩んでる方はぜひこのボンバジャケット。そうですね、どうゴワゴワする、しないですね。しないですね、もう全然全然、はい、この辺結構しっかり運動量もあっていいサイズ感ですよね。はい、めちゃくちゃかっこいいです。これ似合うの羨ましいな。いや、これみんな似合うでしょ。で、次はミッドウエストデッキコーディネートということで、ちょっと僕も着てみたいんで。ミッドウエストデッキコーディネート、はい、はい、一回着替えてきます。そうです、お楽しみに。では最後は、まあ、多様性の時代ということで、まあ、ジェンダーレス男子とか、ジェンダーレス男子装飾系男子ですね、装飾もりもりの、はい、そういう方にもデッキという。新宿スワン、後ろに新宿スワンいますけど、怖いな。知らんけど新宿スワン、釣り革の広告でしか見たことない、ね、知らないけど、ね、新宿スワンと占いオバマで。ワイドにも合うんですね、これ。まあ、いろんな方に来ていただきたいね。はい、いけてんじゃん。まあ、MA1 とこの黒のバランスって俺好きだから。そうですね、いや、スカートのバランスを好きだから、なんか男らしい部分と面白いけど、まあ、多分靴か、靴をなんかまたちょっとまとめてたら、白だけどちょっとあれだけど、より良くなってくるんじゃないかなと。はい、こんなことしても大丈夫、いいんじゃないでしょうか。やっぱ MA1 なんでっていうところなんで、裏人気品はここまでは振り幅あります。というわけで次はフーデッドプルオーバーの方をご紹介していきたいと思います。気になられてるのもこちら。では2品番目、フーデッドプルオーバー税込み7万400円、なんとなんと裏人気版サイズ50ということで、まあこっちはアウトドアの要素が盛り込まれたシリーズですね。伝わってますか、これめちゃくちゃかっこいいですよ。半端ないですね、これやっぱ
これもタートル仕込んでます。はい、これ伝わってますか？めちゃくちゃかっこいいですよ、マジで。そうですよね。いや、ほんとやばいですよ、これは。で、アウトドアのまあベースのあのラックですけれども、まあ、ポリエステルツイルのもうこのサテン調のすっごいこうシャープな生地に乗せ替わってますし、サリバンお得意のジップ使いであったりとか、この辺のポケットのデカさやサイドのベルクロ仕様なのデザインも満載です。で、前ご紹介したこのセットアップのジップパンツとトモジで上下になるので、もうこのパンツ買った方はもう絶対これあるといいですよ。この下がってるのが、そうなんです、シルエットのこの出方もめっちゃ可愛いんですよね。でこれはもうこのな、これ上下です。あ、言った、はい、で、もう本当にね、このサイジングなんでレイヤーズの違いもありますし、着こなしも自由自在ですよね。そうなんです。あ、で袖にもあのマジックテープつくので、はい、あの絞り目でこういう感じでちょっと頑張らせてもらいます。袖のレイヤードもいろいろできますね。これあの中はすごい目の細かいメッシュがついてるんで、あのスポーティーな印象はないようになってますから、す、ね、ちゃんとあの裏までこの印象に合うようになってます。これで50です。あ、うちでもあの46から多分オンラインだと計算あると思いますんで、これはかっこいいですよ。これはジャケットの上に着てもいいっしょね。そうですね。で、うん、今結構ムードじゃないですか、そのファッションの流れ的にこういうちょっとトラックスーツっぽい感じのこういう機能的な素材で上下とかウィンドブレーカーにナイロンパンツみたいな、そういう使い方をしていただくのもめっちゃかっこいいんで、インナー使いでこのセットアップも、インナー使いでこのセットアップ、はい、サリバン大本命のクラシックなコートに合わせていただいても、出た、シックスワン、これかっこいいですよ。また出てきた、シックスワン。でもジッパーものなんでね、この開け閉めの感じで加減もだいぶ変わりますし、なんか閉めるとシティ感出ますね。すごいで、これはかっこいいわ、素晴らしい。そうですね、これだからジャケットでインナーに使って絶対かっこいいですし、めっちゃ着回しできますよ。アウター使いはもちろん、インナー使い1枚で着ても主役になるし、これいろんな方に着ていただけるチョンドレンサリバンかなと思ってますね。うわ、もうパーカーはもう皆さん持ってると思うんで、トゥーマッチですよ今回は。これで、これおいくらなんですか？74,000円です。74,000円だ。はい、ぜひお試しに出してください。続いてはデニムとのマッチングですね。もうこれも言わずもがなかっこいいですよね、はい、白の分量を増やして、そうですね、あのインナーのタートルも、まあ、白までいってもいいんですが、あ、ちなみにあのこの入れてますメッシュはまたご紹介しますが、はい、福丸さんの村井くんアンバサダー、はい、タートルネックバージョンも、タートルネックバージョン出ます、ね、はい、黒にぜひ重ねてもらえれば超使えます、ね、ネックバージョンのセット。そうですね、なんかまた新鮮なモノトーンな風になってですね、うん、そうでしょう。なんか他のモノトーン、モノトーンでやっぱアウトドアありませんから。そうですね、普通カーキとかベージュとか、まあ、そういったものが色なんですね。2ブーツ、はい、これ佐藤君がぶった切ったやつですね。切らない方が良かったですけどね絶対切らない方が良かったですけど、なんかこのね、あのラックでデニムでっていうだけなのにかなりクールに仕上がるのはやっぱり最高ですね。これはかっこいいですよ、うん、これで白も近日入荷予定、これで白白とかもうたまんないですよね。たまんないでしょ、はい、たまんないでしょ、本当にたまんないですね。とってもベルクロのディテール効いてるわこれ。これまあコートとかにも今回でなんか気づかなかったけど、今回のこういう風にやってみて気づきました。まあ、でもこれがなんでね、今回結構対応されてるディティールなんでっていう弊社のオーダーとなっておりますね。まさに裏人気品番となってるのではないでしょうか。はい、74,000円ぜひ見ていただきたいですね、はい、でこれもなんでもちろんインナー扱いしていただいてもいいです。デニムでデニムオンデニムでインナーにこれみたいな、
デニムもの上下持ってる方とかもぜひこれは着ていただきたいですね、うん、これ多分フーディーでデニムに来ればやっぱこの素材で行こうと断然クールな仕上がりになると思うんで抜群じゃないですか。ぜひともこれやってください、はい、でサリバンのあのメータックのジョン・ローレン・サリバンのいつもスタイリングしてるあのアナ・パーソンズあの人のルックでもこの合わせるやつでめっちゃ真っ黒だったんで、ぜひこので後ろのこの出方もベルクロなんでめっちゃかっこいいですし最高です。めちゃくちゃいいというコーディネートでしたね。これ多分黒のデニム上下で持ってる方が絶対かっこいいんで、まあ今季らしい感じにしてみました。じゃあ最後ウサクさんいきますか。レザーショーツでいきましょうか。かっこいいですよこれも。ラストは短パンとのコーディネートで、まあもう即戦力ですね。強化月間ということでこういったレザーのショーツなんかのスペシャルアイテムが並んでおりますので、ぜひこの機会にこのコーディネートを試していただきたいですね、はい、このレザーの短パンで行こうがジョン・ローレン・サリバンらしいコーディネートに仕上がることは間違いないですので。黒メッシュも聞いてますね。はい、聞いてましたけど黒もいい感じです、はい、いいレイヤードになってますね。なんかまあ佐藤君にずっと着てもらってますけど、藤崎さん着るとやっぱすごいこう大人の日常着感出ていいですね。いや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 、めちゃくちゃ着る機会多いんじゃないですかね。こういうアイテムは着れるシーズンも長いアイテムですしね。どうやってちょっと差別化はすごいされてるというか、素材感もあるので、シワもなりにくいし、最高にかっこいいんじゃないですかね。いいです、はい、もうめちゃくちゃいいです。裏にめちゃくちゃいいですね、たまんないです、はい、まあこれ以外にもいろんな商品が揃ってる9月となっておりますので、ぜひ引き続き見に来ていただければ嬉しいです。今回もでは高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。